今回の問題、イネーブルパスワードを設定するコマンドはイネーブル何々設定したいパスワードです。イネーブルパスワードを設定して設定ファイルで暗号化して表示したい場合のコマンドはイネーブルの後ろに何々を使ってパスワードを指定します。その他コンソールパスワードなどの設定を設定ファイルで暗号化して表示させたい場合のコマンドは何々パスワードエンクリプションです。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。イネーブルパスワードを設定するコマンドはイネーブルパスワードで設定をします。イネーブルパスワードを設定して設定ファイルでは暗号化して表示したい場合はイネーブルシークレットで設定をします。その他のコンソールパスワードなどの設定を設定ファイルで暗号化して表示させたい場合はサービスパスワードエンクリプションコマンドです。お世話になっております、マサルです。今回はイネーブルパスワードの設定方法とパスワードを暗号化させて表示する方法について勉強していきます。前回はコンソールパスワードの設定について勉強しましたが、コンソールパスワードだけではなくイネーブルパスワードを設定することによって特定の管理者だけが詳細な情報を確認することができたり設定変更をすることができるようになります。さらに今回はもう一つパスワードを暗号化して表示する方法についても勉強します。パスワードの漏洩リスクを下げるためにパスワードを暗号化して表示する技術があります。今回の動画ではまずイネーブルパスワードの設定方法を勉強して、その後にパスワードを暗号化して表示させる方法を勉強していきます。それでは始めていきましょう。これまで学習してきたようにユーザーから特権モードに移行するときにはイネーブルコマンドを利用します。イネーブルコマンドを使って特権モードに移ると、ショーコマンドを使って詳細な情報を確認できたり、コンフィギュレーションモードに移行して設定変更することができます。しかし誰でも特権モードを利用することができる状態はセキュリティ上好ましくありません。なので特定の管理者のみが特権モードに移行できるようにイネーブルパスワードを設定しておく必要があります。イネーブルパスワードを設定していない場合はイネーブルコマンドを使うことによって特権モードに移行できていますが、イネーブルパスワードを設定しておくとパスワードを入力しないと特権モードに移行することができません。イネーブルパスワードの設定コマンドはイネーブルパスワードの後ろに設定したいパスワードを入力します。今回の例ではパスワードをマサルにしています。この設定をしておくと特権モードに移行しようとするときにパスワードの欄にマサルと打たなくては特権モードに移行できなくなります。ただここで気をつけておきたいのは、このように設定した情報は小欄コマンドによって表示されてしまうということです。もしランニングコンフィグなど設定ファイルの情報が流出してしまうとパスワードの情報も流出してしまうことになります。そこでパスワードの情報が暗号化して表示される enable secret というコマンドがあります。enable secret コマンドで enable パスワードを設定しておくと、小欄コンフィグなどの設定ファイル上ではこのように暗号化された状態で表示されることになります。この状態なら万が一設定ファイルの情報が流出してもパスワードの情報が流出するリスクを下げることができます。先ほどの説明で enable secret コマンドで暗号化された状態で設定ファイルにパスワードが表示されるというお話をしましたが、 enable パスワード以外にもパスワードは使われています。例えば前回勉強したコンソールパスワードなどです。コンソールパスワードも設定ファイルで暗号化して表示しておいた方が安全ですよね。少し復習になりますが、コンソールパスワードの設定方法も確認しておきましょう。 LINE コンソール0で LINE コンフィギュレーションモードに入ってパスワードコマンドを使ってパスワードを設定し、最後に認証の有効化を行います。このログインというコマンドが忘れやすいので注意してくださいというお話もしました。ただこの設定だけだと設定ファイルを見てみるとこのようにパスワードの情報がそのまま表示されています。これだとセキュリティ上よろしくないので、このパスワードが暗号化されて表示されるように設定しましょう。そこで利用されるのがサービスパスワードエンクリプションコマンドです。このコマンドを設定しておくとコンソールパスワードや VTY に設定したパスワードも設定ファイル上で暗号化して表示されるようになります。この際 enable パスワードも自動で暗号化されます。サービスパスワードエンクリプションコマンドで enable パスワードも暗号化されるなら、先ほど勉強した enable secret コマンドが不要なのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、結論として enable secret コマンドによる暗号化が推奨されています。その理由はサービスパスワードエンクリプションコマンドによる暗号化はセキュリティ強度が低いためです。
サービスパスワードエンクリプションはビジネルというアルゴリズムで暗号化されます。このビジネルというアルゴリズムは脆弱性が指摘されており、インターネット上のツールを使うと簡単に暗号化されたパスワードを複合することができてしまいます。なのでイネーブルシークレットコマンドによってパスワードを暗号化させた方が安全であるとされています。それではここまで勉強した内容をパケットトレーサーで実際にやってみましょう。パケットトレーサーに移る前に少しだけお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティ、みんなの勉強部屋を運営しています。これまでは登録に Twitter アカウントが必要でしたが、メールアドレスでの登録、各種 SNS アカウントでの登録もできるようになりました。コミュニティに入ると月 2,3 回のオンラインクラスだけでなく、定期的にオフラインのイベントなども行っています。最近では少しずつ CCNA 合格しましたという報告がいただけるようになり、コミュニティも盛り上がってきています。一人ではなかなか勉強が続かないという方はコミュニティを活用してみるのはいかがでしょうか。興味を持ってくださった方は参加 URL を概要欄に用意してますので、ぜひご覧ください。それではパケットトレーサーを使ってイネーブルパスワードの設定をしていきましょう。現在は PC とルーターがコンソール接続されている状態です。コンソールパスワードとしてコンソールという文字列を指定している状態です。ではこの状態からイネーブルパスワードを設定していきましょう。 PC からコンソール接続を行います。ターミナルタブを指定して OK ボタンをクリックします。コンソール接続をするためにパスワードを入力します。コンソールという文字列を入力して Enter を押してください。この状態で Enable コマンドで特権モードに移行しましょう。現在はパスワードの設定がされていないので、パスワードなしで特権モードに移行することができています。では、Enable パスワードを設定しましょう。Enable パスワード。今回はマサルという文字列にします。設定を入力します。では一度ユーザーモードに戻って再度特権モードに移行してみましょう。ユーザーモードに戻ったらイネーブルコマンドで特権モードに移行します。パスワードの入力が求められるのでマサルと入力します。無事に特権モードに移行することができました。これがイネーブルパスワードの設定方法です。ただ先ほどもお話ししたように、このままの設定だと小乱コマンドなどを打った時にイネーブルパスワードの情報がマサルであると簡単に分かってしまいます。これだとセキュリティ上よろしくないので、このイネーブルパスワードを暗号化して表示されるように設定しましょう。イネーブルパスワードを暗号化して表示させるためにはイネーブルシークレットコマンドを利用します。イネーブルシークレットコマンドでパスワードをマサルで設定しようとします。するとこのようにエラーが出てきてしまっています。現在イネーブルパスワードとしてマサルという文字列を指定しているので、同じパスワードだとダメですというようなメッセージが出てきています。なので Enable Secret のパスワードは大文字 M のマサルにしたいと思います。パスワードは大文字と小文字を区別します。無事に設定をすることができました。ではこの状態で小欄を見てみましょう。小欄を見てみると Enable パスワードはマサルのままになっていますが、 Enable Secret で設定した方は暗号化されて表示されていることがわかります。今回は結果として Enable パスワードと Enable Secret 2つの情報が入っていますが、イネーブルパスワードはシークレットで設定した方が優先的に採用されます。なので現在のイネーブルパスワードは大文字 M のパスワードが利用されています。ではしっかり設定されているのか、もう一度ユーザーモードから特権モードに変わってみたいと思います。イネーブルを使って特権モードに変わります。パスワードが聞かれます。試しに小文字の M でマサルと打ちます。パスワードが認証されませんでした。パスワードシークレットで設定された大文字 M のマサルと入力します。無事にパスワードが認証されました。先ほどお話ししたように両方設定している場合はイネーブルシークレットのパスワードが優先されます。では最後にサービスパスワードエンクリプションも設定しておきましょう。現在の設定を見ると、例えばイネーブルパスワードの情報がそのまま載っていたり、コンソールパスワードの情報もそのまま表示されています。これらの情報も暗号化して表示したい場合は、サービスパスワードエンクリプションコマンドを利用します。サービスパスワードエンクリプションコマンドを入力します。この状態で小欄をもう一度見てみましょう。すると、イネーブルパスワードの情報も暗号化されており、コンソールパスワードの情報も暗号化されていることがわかります。このようにコンソールパスワードなども暗号化させたい場合は、サービスパスワードエンクリプションコマンドを利用します。それでは今回の実習は以上です。お疲れ様でした。それでは今回のまとめです。
イネーブルパスワードを設定するコマンドはイネーブルパスワードコマンドでした。イネーブルパスワードを設定して設定ファイルでは暗号化して表示させたい場合はイネーブルシークレットコマンドを利用します。その他コンソールパスワードなどの設定を設定ファイルで暗号化して表示させたい場合はサービスパスワードエンクリプションコマンドがあります。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。